世界最高峰の戦いがですね、この大分で間近で見られるというのが、まあ、非常にあの県民、私も含めてなんですけれども、非常にワクワクしていると。もうラグビーワールドカップ全体を盛り上げようということで、非常に今あの機運が高まっているのかなというふうに肌で感じますね。皆さんもう朝から来られてるので楽しんでもらってますね。海外の方もたくさん来られてるんで、ちっちゃい子から上の、あの年配の方まで来られるので、なるべく笑顔で接してます。おもてなしの心ですかね。私の英語はそんな上手じゃないんですけど、それでも一生懸命伝えようとしたら感じ取ってくれて、それがすごい、コミュニケーションができた時にすごい嬉しいです。お互いも国境を越えて楽しんでいるイベントだなと思っています。Two things where we come to support the All Blacks in rugby. Almost 7 weeks. We will stay 7 weeks, 49 days. Rugby, yeah. Watch rugby. The All Blacks. Yeah. We're here 2 months, whole World Cup. Okay. Yes. We're staying about 2 weeks in total, maybe four more days. Yes, we flew into Tokyo and then we've come south. We went to Hiroshima and Yufun. We're from Calgary, Alberta, Canada. And we are also going to Tokyo and Nagano, Kyoto. I'm from Australia. And I'm from Wales. Yes, so I've been in Sapporo and Akita in Tokyo. The food's amazing, but also the hospitality's been great. Japan's been so welcoming. We're French. We went to Fukuoka. Yeah, and we're going after to Kumamoto. And then Kyoto. Everything. Yeah, everything is food, nice. Food, culture, people, everything. People, yeah, are, people really are really nice. Yeah. やはり何を楽しんでもらえるのかっていう、まあ、特にあのビールが切れたらとかいう話もありますので、まあ、ビールはとにかく切らさないようにですとか、あとまあできるだけあの体験、日本の文化の体験、大分の文化の体験というものもしてもらいたいということで、外国人がいっぱい来られるような日に関しては、特にステージなんかでは日本の文化が体験できる三味線、太鼓ですとか、そういったものを中心にステージを組んでますね。別府市ではニュージーランド、オーストラリア、ウェールズという世界の強豪国のキャンプ誘致に成功しました。ニュージーランドとはもう35年前から姉妹都市の交流がありますので、毎年のように交流をずっと続けてきた。今回のラグビーワールドカップでそれがうまくつながってキャンプ誘致に成功したんじゃないかなと思っています。市民の皆さんも、世界のナンバーワンのオールブラックスが来るということで、とても盛り上がっていただいて、街中が今真っ黒に染まっています。たくさんの皆さんにこの交流会に来ていただきました。これをきっかけにオールブラックスの皆さんが日本大会で活躍する、そして日本の皆さんが盛り上がっていくのがとても楽しみです。やはりあの国外から来る方々がリピーターとしてですね、ああ日本良かったな、大分良かったなということで、また何回も何回も訪れていただいて、まあ、日本の良さ、大分の良さをですね、その都度その都度体感してもらえればなという思いで、今いますですね。パラリンピックに向けてのキャンプ誘致に力を入れています。
2年前からラオスのパラパワーリフティングの選手がビップでキャンプを行っていまして、昨年のアジア選手権では見事アジアチャンピオンになってくれました。特に別府市は太陽の家というとても素晴らしい施設がありますので、ぜひそこを中心にパラスポーツについてもっともっと普及していきたいなと思っています。